お元気ですか？ペルシアンでございます。今日の夕飯はですね、こちらでございます。あんかけうどんでございます。こちらね、固めのね、あんでね、この平打ちのね、うどんでございます。こちらね、中華風のね、味付けでございまして、豆板醤、甜麺醤、オイスターソースを加えました。で、キャベツ、長ネギとね、これ鶏胸肉でございます。ね、で結構ね、これはちょっと美味しそうにね、できました。まさかこんな美味しそうにできるとはね、思いませんでしたけどね。で、こちらはですね、プロ野球チップスでね、作りましたマッシュポテトでございます。牛乳とね、ポテチをね、混ぜましてね、その上にね、とろけるチーズを加えてね、練り上げたものでございます。ね、これだけでも結構なね、高カロリーでございますけどね。ね、これだけでもね、結構ね、一時分の生活はね、いけるんじゃないかなと思っております。で、お酒はですね、久しぶりでございます。梅酒でございます。ね、これを食べて飲んでね、明日はね、ライブもしませんし、仕事もないので、まあ、ゆっくりしたいと思っております。でね、ライブね、3時間ね、やりました。本当に来ていただいた皆様、本当にありがとうございます。まあ、しょうもないライブですけどね。ね、本当にね、ありがとうございます。でもね、一つね、気になったことがあってね、私にはモノマネの能力があったっていうぐらいですかね。モノマネもね、いつしかね、まあ、サブちゃんの方でやってみようかな。ね。それも考えておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい。今日のね、夕飯動画は以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。